ふたりパパ。シェア。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日はなんと新企画、出張ふたりパパキッチン。地元ルレオの人気レストランにお邪魔し、ご当地グルメをご紹介。元ホッケー選手にして和の心を持ったスウェーデン人シェフが持ってきたのはなんとトナカイのたたき。それがカツオの味だというのですが、その真相は。国際結婚パパ談義もしちゃいます。北スウェーデンに遊びに来たつもりでお楽しみください。それでは行きましょう、ふたりパパの出張ふたりパパキッチン。トナカイのたたきはカツオのたたき。シェーナ、皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日はですね、いつものお家を飛び出してこんな素敵なキッチンにやってまいりました。でこちらはですね、どこかと申しますと、僕らが住むスウェーデンのルレオ市にあるヘンマガストロノミーさんというレストランにお邪魔しています。ヘンマガストロノミーさんはですね、ルレオの中心地、北側のハーバー沿いに面した海の見える我が町の人気レストラン。地元北スウェーデンの素材を使ったランチやディナーも大人気なのですが、可愛いスウェーデン菓子が並ぶフィーカスペースや精肉コーナーも併設され、コロナ時代になってからも材料とレシピがついたお持ち帰り用週末グルメパックを販売し、地元の人から愛されるお店です。そんなヘンマガストロノミーさんのご協力ご好意をいただきまして、今日はこの素敵なキッチンスタジオをお借りすることができました。しかもですね、ここのシェフに今日はお越しいただいて、北スウェーデンのものを使った料理を皆さんにご覧に入れたいと思っております。ということで早速ですね、今日のゲストシェフをお迎えしたいと思います。ヘンマガストロノミーのヨハン・コルピさんです。よろしくお願いします。大丈夫、緊張してる？緊張してます。ちょっと緊張してるね。でもヨハンは初めてじゃないんだよね。二人パパのチャンネルに出てもらったのがね。その時は顔が出てなかったね。え、出てたよ。出てたの？うん、知らなかった。松茸を取りに行ったんだよね、ヨハンの家の近くに。ああ、ね、で、すっごい大豊作で、もう最初森に入って2分で松茸がすぐ見つかったという。そうですね、あの年は素晴らしい年だったね。素晴らしい。まあ、そんなね、ヨハンに今日は料理を教えてもらうんですけれども、何の料理を作ってもらうかちょっと教えてもらっていいですか？トナカイのたたき作りたいと思いますね。トナカイ？トナカイ。あとゴートエクレスと玉ねぎのサラダとポン酢和え。そう。ちょっと待って、トナカイは食べたことあるよ、僕も。ミートボールとかで。たたきってどういうこと？たたきって日本のたたき？日本のたたきですね。はい。ってことは中が生ってこと？そうです。トナカイ生大丈夫なの？大丈夫です。全然大丈夫。天然のお肉だから、ちゃんとプロでさばいたりするとか、ちゃんとテイケアするのね、サミの人が北の方で。そうかそうか、確かにトナカイって北スウェーデンとか、スウェーデンだけじゃなくてこのラップランドと呼ばれる、ロシアとかフィンランドとかノルウェーとかも含めたこの北の地域に昔から住んでたサミの人たちがよく食べてた、肉なんだよね。でしかも今もサミの人たちが飼育してるんだっけ、あれ。そうですね、はい。とかでもよくさ、僕らほら北極圏の方とか行くとさ、道によく出てくるじゃん。あれはみんな飼われてるトナカイなの？なんかすごい自由に歩いてるけど。はい、それはもうサミだけじゃなくて、ここら辺の人も持ってる。あ、そうなんだ。ここら辺こんな持ってて、なんかどうぞ遊びに行ってみたいな感じなわけ。うん、なんかセミワイルドの動物。ああ、そうなんだ。そっかそっか。じゃあ早速ですね、こう行きたいと思います。で今日は作りながらね、いろいろヨハンにも、日本とスウェーデンの違いとかいろんなことを聞きながら料理を進めていきたいと思います。ふたりパパ。さあ、ということで早速もうヨハンが料理を始めてくれていますが、これはトナカイ。そう、これはトナカイですね。これちょっと緊張しますね。緊張しますか？この身が大丈夫。これ実はさっきからちょっと気になってたんだけど、何これ？わらですね。わらですね。わらだね。そう。これは何？これ、この四角い火鉢。これ火鉢なの？はい。日本の火鉢ってこと？日本の火鉢ですよね。ヨハン持ってきたの？これはお店の。お店に？はい、そのデリに売ってますね。この火鉢が？はい、そうそう。買えるの、この火鉢？はい、これはなんかこう手作りだの、なんかクレイみたいな泥。はいはいはい。あ、焼き物なの？じゃあ焼き物ですね。
なんかレンガっぽい。すごい。そして藁も今日は用意してもらって、本当に叩きじゃん。カツオの叩きみたい。フィレはちょっと魚っぽい、柔らかいし、あ、そうなんだ。今日こう、そうなんです。これあのトナカイのフィレ肉を用意していただきました。これちなみにおいくらぐらいですか？これはあの1キロ、400ぐらいかな。牛肉より安いですね。あ、本当、うん、でも牛肉のフィレよりはちょっとやっぱちっちゃいのかな。あ、だいぶもう、うん、全然こんぐらいですね、牛肉だよね、うん、今からもう何やっちゃう？やっちゃうやっちゃうじゃあやろうか。いよいよちょっとドキドキしてきちゃった。いや、そうだねちょっと待って、めっちゃ日本なんだけど、これこれヨハンのやつ？そう、やっぱりそうだと思う。おお。おお。すごい。これ横に穴が開いてるから空気がちゃんと入るようになってるね。おお、すごい、パチパチいってる。すごい、もうスモークのいい香りが、この藁の燃える匂い。ね、こうやってさ、叩きにする、トナカイを叩きにする料理法はスウェーデンにもあるの？ないですね。これは日本の。おお、すごい。めちゃくちゃ綺麗に焼けてる。これやっぱりガスとかと違って藁の方がやっぱ美味しいんだよね。そうですね。ガスはなんかまあそれでもいいけどすごい香り。でも この煙の香りがね。うん。でも確かにあの北スウェーデン、僕うちはあんまりトナカイ食べないんだけど、リ、うん、カの家はあのエリー、あのヘラジカはよく食べるじゃん。あれもやっぱりスモーク多いよね。多いですね。ここら辺の料理はスモーク料理が多い。うん。まあ、それでいいかな。お。めっちゃいい匂い。もうなんかすごい懐かしい匂いがするね、これね。そしてヨハンが今氷をバットに敷いて。おすごい。これ大丈夫？火事大丈夫？まあ大丈夫です。結構すごいけど煙が。あ、そうです。これいい。すごいね、これ。ここがファンになってるの。そう、こうやって。かっこいい。そしてこれを？これちょっと。あ、冷蔵庫で冷やすのね。ちょっと冷蔵庫に冷やして、氷水に入れたらね、ちょっと味がなくなる、この煙の味とか。はい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 、冷やすときにね。そう。僕もさ、氷水にバンって入れるのかなと思ってたけど、うん、まあ、やらないんだなと思って。やっぱ味が、香りが飛んじゃうのかな。そうすごいでかい包丁、さすがプロ。これもしかして日本の包丁じゃない？日本の包丁ですよ、はい。これは、あの、玉鋼。玉鋼の？うん、玉鋼。え、日本刀とかに使われるようなものだよね。そうですね、はい。ダメだったらダメって言ってるね。持ってもいい？いや、いいですよ、いいですよ。あ、思ったより重くない。え、こんな軽いの、うん、なんかもっと重いのかと思ってた。これは牛刀ですね。そっかそっかそっか、うん、え、これは？それは柳、柳刃、うん、柳刃包丁、うん、おお。はい、デリーケルティアン。Va? Nej, det är inte stopp. Jag har rökt. Att du går där. なんかもうこの煙のいい匂いとこの玉ねぎのいい匂いですでにもう美味しい。そのコンビネーションだけで。うん、すごい香りが高いね、これ。え、でもさ、多分僕は知ってるからあれなんだけど、ヨハン、多分 みんな見てる人はあの疑問に思ってることがあると思うんだけど、なんでそんなに日本語喋れるんですかって。すごい、もう多分今まで10万回ぐらい聞かれてきた質問だと思うけどちょっと初めての方もいるので聞いてもいいですか？まあ、あの…
え、でもさ、多分僕は知ってるからあれなんだけど、ヨハン、多分 みんな見てる人は疑問に思ってることがあると思うんだけど、なんでそんなに日本語喋れるんですかって、すごいもう多分今まで10万回ぐらい聞かれてきた質問だと思うけどちょっと初めての方もいるので聞いてもいいですか。あ、まあ、あの住んでましたですね。あ、はいはいはい、どこにいたの。京都。京都で、はい、外料理の勉強のために住んでた。あ、じゃあもともと料理が好き で日本も好きですっていう感じだったのかな、うん、あの松茸狩りの時にもあの出てもらったんだけど、ヨハンの家族全員出てもらって、奥さんが日本人の陽子ちゃんなの で今子供が2人いるんだよね。そうですね、娘さん2人だっけ。5歳と1歳。はい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 、はい、まだ俺下の子会えてないわ。今度会いに行くねそうだね。じゃあ陽子ちゃんとはどこで会ったの。それはあのロンドンで。あ、陽子ちゃんが留学してた時に。そうで、その後じゃあ2人で日本に行こうみたいな。そうだね、その時はアイスホッケーやってたんですね。あ、はいはいはい、うん、ヨハンね。そう、だからそれやめて、あの何しようかなと思って、うん、まあ日本料理ちょっとヨーコさんからなんかイントロデュースしてから、はいはいはい、まあ、興味があったんですね。これは何すごい、なんか見たことないぐらいのすごいなと思って、それやりたい。そんで懐石料理の、うんうん、本買ってたんですね。はい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 、誕生日プレゼントで。はい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 、でそれをなんかこう、まあ素晴らしいなと思って、それはやりたいなと思って、うん、京都に、ね、旅行して、うんうん、その時にその本のレストランに食べに行って、はい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 、働きたいなと思ってすごいねだからすごいね、その行動力がそう、だからなんかでもそれまでは料理好きだったんだね、もともと。そうですね、その時はあのコペンハーゲンの、寿司屋で働いてたんだね。はい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 、で懐石料理の本をもらって実際に行ってみて、でそのお店で働きたいなって思って、本当にじゃあそのお店で働いたの。そうですね、すごいね。え、だって修業ですね。いやでも厳しかったでしょ、和食の。厳しかったね。だってもう今ここ今スウェーデンのレストランで働いてるけど、全然環境が違うんじゃない。全然違うですね。どう違いは。うーん、何かありますか、スウェーデンと日本の料理人の違いはありますか。あ、トナカイが出てきましたね。まあいっぱいありますね、うんうん、全然違う。そのヒラルキーはすごく厳しいで、うん、何するか決まってるんですね、うん、ん、例えばこうまだ新人だったらここまでしかしちゃいけないとか。ああ、そうですね。じゃあその時に日本語も日本に行ってから勉強したってこと。まあ、仕事をしながら勉強したですね、うん、なるほどね。なんか行った時はあまり全然できなかった、うん、仕事場で勉強した。そっか。じゃあやっぱこうたたきとかいろんな日本の和食のレシピは日本にいる間に取り入れて。そうですね。松茸の会の時もね、松茸ご飯とかね、チキンのグリルとかね、松茸のお吸い物とかめちゃくちゃ出してくれたんですよ、うん、ちょっとね、すっごい美味しかった。お、そしてそれはライムかな。これはライム。うん、ライムを切って。あ、これさっき、これはニンニクの、ニンニクチップ。そう、パリパリで、うん、もうね、さっきから実はこうニンニクの匂いと、もう煙の匂いと玉ねぎ、もうすでに匂いだけで食べてる気分になるんだけど煙が多かった、ね、すごいです。あの、一応僕も張り切って今日二人パパキッチンということで、あのいつものエプロンつけてきたんですけど、僕やることありません。オーマンちょっと切ろう。お、じゃあ切るね。今左利きなんだ。うわ、めちゃくちゃ綺麗。おお。でもトナカイってちょっとさ、癖がある味のイメージがあるんだけど、あと結構分厚く切る、ね、うん、これってさ、どんな味に近い。ちょっと食べる前に一旦聞いておきたいんだけど。まあ、まあなんか
天然の味がするんだけど、うんうん、ちょっとカツオっぽいかな、ちょっと塩味があるし、あ、はい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 、うん、トナカイのたたきはカツオのたたきの味だったってことね。あのちょっと似てるね。ちょっと似てる、うん、めちゃくちゃ楽しみなんだけど、たまにトナカイのミートボールとかを僕はあの食べたことがあるんですけど、ちょっとねヘラジカの肉よりも癖がある感じで野生味が強いかなってちょっと僕は思ったりします。結構あの野生の肉を食べる文化が北スウェーデンはあるんですけど、あとロー・ユールは鹿かな、ね、鹿肉、うん、あとは生地とかあの日本の生地とはちょっと違うんですけど、結構大きいあの七面鳥みたいな野生の鳥がいて、でそれもうちもよく食べてすごい美味しいんだけど、トナカイは僕の中で一番野生味の強い癖のある感じがしてます。本当は僕そこまであんま好きじゃないんですけど、あのミートボールトナカイドは肉はあの火入れたらね、うん、ちょっとその血味が出てくるのね。あ、そうなんだ、うん、だからトナカイはこういうなんか生が一番美味しいと思ってる。でもそんな生で食べるチャンスなんてないからね、うん、なんかこうちゃんと火入れたら、うん、ちょっとレバーの味が出てくる。はい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 、うん、あ、分かるかも。そうだね、うん、そうそうそう、そんな感じ。あれ血の味なんだね。はい、確かに。でもさ、血の味が強いってことは確かにカツオっぽいかもね、うん、カツオもやっぱ血合いが強かったり赤身がねすごいあのマグロよりも強いから、確かに見た目もかなり割と暗い赤だよね。はい、さあもう着々と料理は進み、水にさらした玉ねぎと青ネギっていうのかな、こっちではサラダルーっていうね、サラダルー、はい、これはギュールルークみたいだけどギュールではないね。うん、なんかこう新玉みたいな。はいはいはい、新玉ね、確かに。あの皮も最初見たけど黄色くなかったもんね、うん、まあ、やり直す、やり直す?OK すごい、ウォータークレソンとめちゃくちゃ綺麗。もうすでにすげえ美味しそうなんですけど、あとニンニクチップ。おお、結構カツオのたたきだと生姜のことが多いけど、ニンニクつけて食べる人もいるっていうから結構やっぱ近いのかな、うん、そう、ニンニクチップのなんかクオリティがすごい。いつも僕がニンニクチップ作ると焦げちゃうんですけど。あまあ、あの柔らかい熱で。はい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 。あとこのお皿もすごい素敵だけど、これはどこのお皿なの？このスウェーデンのお皿なの？これルーレオのお皿、モック。本当モックって書いてある。このルーレオで作られてるお皿なの？はい。すごいね。これ自分のやつ？お店の。あ、お店のやつなんだ、うん、じゃあお店は全部これモックのお皿を全部使ってるってこと？そうですね、全部これもモック。へえ。そしてそれは何、お醤油？これポン酢。ポン酢、うん、おー、もう終わりました。あ、終わりました。はい、トナカイのたたきの完成です。すみません、ヨハン先生、一つ僕あのサプライズがあるんですけど、ちょっと一つ、まだトナカイの肉が余ってたら、今日僕こういうもの持ってきたんですよ。しますはい、二人パパ、今日僕こういうもの持ってきたんですよ。おすしますはい、おお、なんかちょっと実はカツオのたたきっぽいっていう噂はかねがね聞いてたので、うん、これをお寿司にしてみたらどうなるんだろうってすごい思ってまして、勝手に寿司飯を炊いてきました。なので、ね、寿司握れる？まあやってみようかなすごい無茶振りなんだけどできる？やってみよう。 OK、うん、トナカイのお寿司ですおお。
ボロボロだね。そう、急にお願いしちゃったからね。これやっぱ斜めに切ると食べやすいのかな。かなりこう斜めにそぎ切りにしてね。うん、お寿司のですね、こちらからお借りしてすごい無茶ぶりですていうか普通にうまいんですけど緊張してる？ごめん急にこんなことお願いして。握りはあまり、握りは難しいって言うよね。あまり上手じゃない。めちゃくちゃ楽しみなんだけど。まあでもさ、結構ステーキのお寿司とかこうローストビーフのお寿司とか日本でもたまに見かけるからね。まあこれしかないね、お肉が。OK。ということで、じゃあ、タレがあるかな。それは何？タレ。あ、タレ？ああ、お醤油とかじゃなくてちょっと違うタレの。ちょっと仕事しようかな。全然喋ってばっかで。全然私はやってない。おお、お寿司も完成です。トナカイのお寿司です。さあ、ということで。今日はお寿司、トナカイのお寿司とトナカイのたたきを作ってもらいましたが、いよいよこの後こちらをいただきたいと思います。ふたりパパ、はい、ということでヨハン先生、今日はありがとうございました。早速こちらトナカイのたたきとトナカイのお寿司が出来上がりましたけれども、うん、今から早速いただきたいと思います。本当はね、リカパパが来る予定だったんですけど、ちょっと間に合わないみたいです、今日は。これ、ライムをかければいいのかな。まあ、かけてもいい。それか、ポン酢だけか、ライムと。あ、OK、OK。じゃあ、最初一回、このお肉をポン酢だけでいただいてみようかな。うん。いただきます。めっちゃ緊張するんだけど。うん、全然臭みがない。うん、カツオみたい、本当に。うん、ちょっとね、なんかやっぱ魚のカツオよりもなんていうの、歯ごたえはやっぱあるけど、うん、食べた後に鼻から抜ける香りがすごいカツオみたい。あの血合いのところを特に食べてるみたい。うん、めちゃくちゃ美味しい、これ。美味しいです本当に美味しい。え、じゃあちょっと次はライムかけてみようかな。うん、玉ねぎと。うん、うん、どっちもうまい。あ、でもこっち一緒に食べた方がもっとカツオっぽくなったかも。なんかその香りがもっと、うん、あのなんていうの、トナカイの香りがすごい出てきて、この玉ねぎとかと一緒に食べると、うん、もっとカツオのたたきっぽいかも、これの方が。煙の味が結構するんですね。うん、うん、全然だから臭みもないし、あのお肉も肉としてはやっぱりすごい柔らかいので、脂もな、あんまりないですね。そう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 、なんか変なこうベタベタした感じなく、赤身の美味しいところだけがある。赤身だね。うん、僕も赤身のお肉の方が好きだから。あ、そうですか。和な感じですか。うん、もうすごい和和風って感じ。うん、でこれはお寿司はこのタレをもうつけてくれてるんだっけ。もうつけてる。じゃこのままいただいていいですか。うん、すごい、ちょっとドキドキする。肉自体は基本的に同じものなんだけど、大きい握りかな。うん、うん、これめちゃうまい。これちょっと甘めのタレだね。うん、なんかすっごい合う、このお肉に。
これちょっと日本で出したらすげえ高いと思う。トナカイいるの？いないですね。いないね。でも育ててるところあるのかな。ヨハンもさ、でも子供が2人いてこうやって仕事してるけど、結構スウェーデンのだとみんなこう育児休暇を取ったりとか。ヨハンもやっぱり取った？いっぱい。まあ二人パパ。ヨハンもさ、でも子供が2人いてだとみんなこう育児休暇を取ったりとか。ヨハンもやっぱり取った？1ヶ月前は3ヶ月取ったんですね。それは上の子の、集まってるの。ああ、そうだね。7歳までに取ればいいもんね。8歳の前だっけ？8歳の前かな。意外とね、みんな知らなかったりするんです。あ、私はあんまり知らない。だからそのホームページに行くと、自分のその社会保険庁みたいなところに行くと、自分の育児休暇がどれぐらい残ってるかっていうのが見えるから、覚えてなくてそういうのでチェックすると分かったりするよね。まだすごいいっぱいありますよ。まだ全然残ってる、残ってる。使い切れない。まあ多分あとで、うん、まだまだいっぱいありますよね、でも例えばさ、ヨハンのとこだったらうちと一緒でやっぱりインターナショナルカップルだから、今ちょっとコロナでなかなかね帰れないんだけど、その育児休暇を取って相手の国に、もう一つのおじいちゃんおばあちゃんがいる国に帰ったりとかもできるじゃん。ああ、そうですね。そういう時便利だよね。便利ですね。今はちょっと困るよね。ね、今使えないよね。だからそう子供は楽しいと思いますね。そうだね。日本はさ、ドリームランドみたいな考えてるね、いつも。日本はこういう国だみたいな。そう。それが何？こう夢の国みたいな感じになってるの。そう夢の国だね。え、なんで？何？うちもすごいそれ似てるんだけど、最近。なんで夢の国？何が？食べ物かな。なんかあ、やっぱね。なんか食べ物とか、最近和菓子がすごく興味ある。え、家で和菓子作るのじゃあ？あまり作らないけど、写真とか見たり。はい。そっか。あと YouTube 動画とか、和菓子の作り方とか練り切りとか。本当練り切りとか、なんかずっとあれ見てるの。和菓子の動画。うちの子もさ、もういつも最近寿司食べに日本に行きたいって言ってるんだよね。あ、お寿司好きだからさ、こっちは魚はなんか種類は少ないから、スウェーデンはね、あんまり楽しくならないです、ということでですね、今日は本当はね、もっといっぱいいろんな話も聞きたいところなんですけど、ヨハン先生にまたそのうち出てもらうということで、ヨハン先生への質問とか、なんかコメントがありましたら、ぜひコメント欄の方でお待ちしております。今日の2人パパのチャンネルはですね、初の試みだった出張2人パパキッチンということで、このヘンマガストロノミーさんからお届けしました。なかなかね、今コロナの時代もあって旅行に行けないっていう方も多いと思うんですけれども、もしもまたね、このコロナの時代が終わって旅行に来られるようになって、もしこのルーレオにいらっしゃる機会がありましたら、ぜひこのレストラン覗いてみてください。他にもとっても美味しいものがいっぱいありますのでね、実際に来て味わってもらえたら嬉しいなと思います。でもトナカイの刺身は出てないよね、メニューに。ありますよ。あるの？はいはい、メニューの中にあるの？はい、あるそうです、なのでぜひ皆さん、いつもあります。いつ、そうか、このお肉も隣に精肉コーナーがあるから、あそこから直接ね、今回出していただいたお肉なので、いつもあるようなので、ぜひ楽しみに見ていってください。ということでですね、今日の2人パパ動画はこれまでとなります。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。皆さんごきげんよう。じゃ最後一緒にヘイドーって言ってもらっていい？ヘイドー。ちゃんと香り嗅ぐね。I love you. 俺もこれやんなきゃいけない。